大和市大和の雨大和の町大和市街は東側が海に面し、三方を山に囲まれている。この独特の地形型量の降水をもたらす要素となっている。大和の雨大和の雨は一度降り始めると土砂降りになるという特徴があり、年間の降水量は日本の気象観渉の中で上位にある。大和に降る雨粒の大きさは雨玉に例えられ、上からも下からも降るないし、 下から降ると形容されるように非常に激しく降る。降水量の多さから、大浅市のイメージとして、雨を上げる人は多く、中には、大浅はいつも雨が降っていると誤解している人もいる。本校において、大浅とは、大浅特別地域気象観測所のある、大浅市街及びその背後にある山地、すなわち旧北室郡大浅町の領域を指すものとし、地域全体を指す場合は、 大和市と記載する。大和の降水量は、日本国内の気象干渉のうち、1981年から2010年の平均値で第4位となる3848.8ミ、mm、リメートルで、ある。これは、東京の2.5倍に達する。一方で日照時間は、日本の平均値とほぼ同じ1946.9時間であり、東京の1876.7時間よりも長い。 すなわち一度に降る雨量が非常に多いのである。降水量が比較的少ない甲府と大汗を比較すると、大汗の降雨量は甲府の3.7倍に達するが、1日の雨量が1ミリメートル以上の日数では、大汗は甲府の1.4倍と大差がない。しかし1日の雨量が30ミリメートル以上の日数で見ると大汗は甲府の5.6倍にもなる。ただし一時間など、 短時間の雨量を西南日本の他のタウ地域と比較すると突出して大汗が多いわけでもないということが明らかにされている。大汗の主な気候要素は次の通りである。大汗の降水量はどの月も東京を何倍も上回っているが特に台風が接近、通過する夏から秋にかけての時期に降水量が多くなる。地形性降雨の模式図大汗に 多量の降雨をもたらすメカニズムは地形性降雨により説明できる。尾浅市は熊野灘に面し、沖合には黒潮が流れているため、熊野灘からは一年を通して暖かく湿った空気が供給される。この空気は海風となって尾浅に吹きつけ標高1000メートル級の木山地に衝突し、斜面に沿って上昇していく。 キ伊山地を越える頃には暖かかった空気の塊は5、摂氏6度まで低下し、水蒸気が雲を形成する。この雲に、熊野灘から続々と暖かな空気が流れ込むことで一気に膨張し、大汗に多量の雨をもたらす。大汗湾岸から、キ伊山地の大台が原山まで 14.5km と近いうえ、急激に高度が上昇する地形。 深く谷が刻まれた地形になっていることが大汗に多量の雨をもたらす雲を生成する要因となっている。日本では南東風が長時間持続するときに地形性降雨が発生する可能性が極めて高いという特徴があり、大汗が大台山系の南東に位置することや、東風、または南東風が下層で吹くと大汗の地形により、 周辺から空気が集まりやすいことから局地的に雨が降りやすくなるのである。この時に降る雨は大流星の雲によってもたらされ、見かけ上はこの雲に海から来た積乱雲が突入しているようである。しかし実際には積乱雲の周りにも風の影響で局地的な大流星の雲が継続的に発生する状況が維持されているがために、 大流星の雲がその場に停滞しているように見え、そこに積乱雲が突入するように見えるのである。また梅雨、夏季の季節風、台風、週といった日本全国でタウとなる、気象条件がさらに、大汗の降水量を増加させる。台風時の大汗は、台風接近とと,ともに、大雨が降り始め、通過後も一部影響が、残りしばらく雨が続くという降雨の特徴がある。 特に台風が大汗の西側を通過すると雨が残りやすい。その理由は台風が半時計回りに南の高温多湿な空気を巻き込むためであり、南東を海に面する大汗ではごく自然な現象と言える。大汗の雨が地形性降雨であることはアメダスの観測データからも視察が得られる。一時間の雨量が十ミリメートル以上の時の風向に着目すると大汗では 東風が吹いている時に最も降雨が多いのに対し、大和瀬近隣のキー長島や熊野では、東南東からの風が吹いている時に最も降雨が多くなっている。また大和瀬に近接するにもかかわらず、キー長島や熊野の年間降水量は、大和瀬の半分以下である。このことから、大和瀬の備地形が、降雨に影響を与えていることが推察される。さらに、 上空の風向に注目すると、高度1000メートル以下では、北東風、東風の時に、尾和瀬周辺で降雨が多くなるが、それ以上の高度では、北東風の時に、尾和瀬の降雨が多いという特徴が薄れる。以上から、尾和瀬の雨には、紀伊山地のほか、尾和瀬市街の南に控える、広報山や焼山などの山岳が影響を与えている、ことが示唆される。 武田高浦の研究によると、南東風が吹くときの大和瀬の地形性降雨には2種類のパターンがあり、一つは山側に降水量の最大値が来るタイプ、もう一つは大和瀬などの沿岸部に降水量の最大値が来るタイプである。南東風がより強いときに前者となる傾向がある。以上のような解説がなされる一方で、地形による降水量の増幅過程は複雑であり未解明の、 部分が多く、南西風が強く吹く場合でも、集中豪雨は起きることから、さらなる研究の進化が待たれている。大和市民は一般に雨に慣れているとされる。他の地域の人々が雨が降ってきたと騒ぎ出すくらいの降り方では、大和市民は小雨としか認識しない。実際に気象庁の定める気象警報の一つ、 大雨警報の基準は、同じ三重県の四日市では3時間の雨量が1 1 0ト、mm、ル以上であるのに対し、大和では2 1 0ト、mm、ル以上となっており、四日市の倍近く降らなければ、大和では大雨警報が発令されない。このため、周辺市長の学校では大雨により休校となっていたのに、大和の子供たちだけは通学していたという逸話も存在する。 多量の降雨があっても、大瀬市街は、流気線上地三角州の上に展開するため、中川や矢の川などの市街を流れる河川は氾濫することは滅多にない。例えば、大瀬速攻所が1日の降水量の最高を記録した1968年9月26日には806.0ミ、mm、リメートルもの雨が降ったが、市街地北部の北側で濁流により川床が深く掘られた程度で、 市街地への浸水はなく、市民も一向に驚かなかったと伝えられる。24時間雨量が500ミリメートルを超えるような豪雨があると、北海道や東北地方では多数の斜面災害をもたらすが、大汗では10年に1回の割合でこの程度の雨がある。ところが、斜面災害の発生確率はこれよりも低く、豪雨に対する慣れによって、 地盤構造などの素因が変化していると考えられる。しかし1960年10月7日の停滞前線に伴う集中豪雨は例外で降り始めからの雨量が600ミリメートルを超えたことと満潮時刻が重なったことが原因で河川が氾濫し、死者、行方不明者2名、負傷者3名、家屋の流出、前半回22世帯、 床上浸水891世帯という被害を出している。また田畑はこの隆起線上地三角周上ではないため、これらの河川によって江戸時代以来反乱の被害を被ってきた。市民は大汗の雨を上からも下からも降る、または下から降ると表現する。雨の降り方があまりにも激しいため、地面から跳ね返る雨水も、 幸雨と同じくらいの衝撃があるという意味である。夜間に大汗の雨を体験した宿泊客の中には雨がうるさすぎて眠れなかったと感想を漏らす人もいるという。また、弁当忘れても傘忘れるなということわざがある。この言葉には晴天の日でも突然雨が降り出すことがあるので油断してはならないという教訓が込められている。 大和市の児童は小学校の入学時に全員が一本の置き傘を配られ、急な雨に備えている。地域おこし協力隊員として、大和市に赴任した人物は、着任早々に、市職員から長靴の購入を勧められたという経験を、ウェブサイトで綴っている。通常の傘では、大和の雨の激しさに負けて壊れてしまうことがある。そこで、小和の強烈な雨に耐えうる、よう、 一般的な傘よりも骨の数を多くした、尾汗傘が特産品として作られてきた。尾汗傘は、明治創業の傘店、カワイが考案したもので、骨の数は、通常12本と、一般的な傘の2倍もあり、傘に貼る布も厚手で丈夫なものが用いられる。しかし伝統的な製法の尾汗傘は、職人がいなくなってしまったため生産が停止している。尾汗の雨は、 地域の産業に好影響も与えている。市内で盛んな林業は豊富な降水量と長い日照時間が森林の生育に適しているという自然要因があり、特に杉とヒノキはオアセ材と呼ばれる良質材に加工される。ただし木を伐採すると急速に土壌侵食が進むため、オアセの人々は計画的に植林しながら森林と林業を維持してきた。 また豊富な水力を活用し、また口側に建設された口壺ダムでは、水力発電が行われている。林業と並ぶ尾瀬市の基幹産業である漁業にも、好影響を与えるという説があるが、確証は得られていない。馬越峠道豪雨に耐えられるよう、画像に映っている、江戸時代の石畳の下に、鎌倉時代から室町時代の石畳が二重、三重に敷かれている。 尾アは雨の多い街というイメージが先行しがちであるため、尾ア市に出張などで訪れるビジネスマンからは、偶然訪れた日に雨が降っていると、尾アはいつも雨という印象を持たれやすい。また馬越峠など市内の熊野古道伊勢路の案内資料には、雨天時は滑るので注意という文言が添えられていることが多く、日本列島に台風が接近した際に、 大アから中継が行われることが多いため、雨が多いというイメージを助長している。三重県の小中学校では、社会科の授業で大アの降水量が日本有数であることを学習するため、大ア市のイメージとして雨と即答するのは半ば常識と化している。しかし実際には雨の日数が多いというわけではなく、大アの住民もそれほど降らないという認識を持っている。 戦術の通り、日照時間は日本の平均値とほぼ同じであり、一度に降る雨量が多いだけで、降水日数は多くない。ただし、同じ三重県の津と比較すると、平均で月に二日ほど津よりも、大汗の方が雨天日が多い。なお、江戸時代後期には、大汗で雨漕いが行われたという記録が残っている。雨の多さは人々に異形の念を抱かせ、 尾わせを含む熊野地方に死者の地イコールはの世のイメージを付与した。同じ三重県の伊勢が温和な気候の下で純粋な神道の聖地として少女の地イコールこの世のイメージと結び付けられたのとは対照的である。雨の多さは森林を育て山深いことから古代人に闇が強く意識されたのであった。危機では熊野地方はイザナミが葬られた地とされ、 伊勢とは違い仏教を積極的に授容したことから、あの世のイメージは強化された。大和瀬駅付近で営業する、菓子店、菓子熊では、飴玉のように大粒の大和瀬の飴にちなんだ、大和瀬の飴玉という飴を生産、販売している。同店の四代目店主が1980年代に、考案したもので、直径3センチメートル以上ある、大きな飴が15個ほど入った商品となっている。 また、おわせの雨をテーマとした店もある。コンセプトという店の中で展開する、レインショップおわせ屋がそれである。おわせや若さや、レインブーツなど雨の日に使えるおしゃれな商品を多数取り扱っている。ありがとうございます。